r 9 1 1例文 r 9 1 1を組み立てるアメリカ陸軍兵士 r 9 1 1例文はアメリカ合衆国のエローバイアンミント射製の小型無人偵察機でありアメリカ軍とその同盟国で運用されている主な用途は紫外線や野戦における近距離偵察 r 9服1 1は翼幅1メートル重量2キログラム程度の小型固定翼機である 手投げにより発進し、飛行中は二次電池の電力で電動モーターを駆動し、プロペラを回して水力を得る。上昇限度は海面高度で1万5千フィート、また、対地高度では1千フィートまで。飛行速度は45時速 97km で、航続距離は 10km。飛行方法としては、地上からの無線操縦による飛行と GPS を用い、設定した。 ウェイポイントを経由させる完全自律飛行の両方が可能である。完成ステーションには市販のノートパソコンを利用し、ボタン一つで発信した場所に帰還する機能を備える。標準的なペイロードとしては、カラーの CCD ビデオカメラと赤外線、ナイトビジョンカメラを搭載する。カメラは当初機種に固定式だったが、2015年からはカメラ用ターレットを採用した。 レーヴ文ジンバールが配備され始めている。価格は1機あたり3万5千ドル。システム全体では25万ドルである。現在、アメリカの陸、空軍と海兵隊、特殊作戦軍で5千機以上が配備されている。オーストラリア、イタリア、デンマーク、スペインほか、19カ国で採用されており、生産数は19千機を超え、世界で最も生産された UAV と言われている。 イギリス空軍はイラクで機材と運用のための人員をアメリカ軍から借りて使用している。デンマーク陸軍は2007年9月に12セットの例文を購入し運用している。オランダは770万ドルで RQ-11B を購入すると言われている。ありがとうございます。